はいどうもこんにちは、カジマックです。 Kindle Paper White ってご存知ですか？実際使われてる方いらっしゃいますかね？ Amazon のインクを搭載したブックリーダーなんですけど、初めて買った時からインク製品が大好きになって、僕はその後何枚か Kindle Paper White を買ってきました。でもね、実は今なんと手元に1枚もないんですよ。あれ1枚あったかな？はい、でもそんな感じ。その理由は簡単で、現在販売されているモデルでは小さすぎる。これにつきます。僕の老眼では太刀打ちできなくなった結果、友人にあげたり売却したりしました。小説を読むには現行モデルでも十分快適なんですけど、ここ数年はコミックばっかり読んでるんで、現在最上級モデルとして販売されている Kindle Oasis が7インチを搭載してるんですけど、いやいやそれでも全然足らない。はい、そういうこと。やっぱほんと心底8インチが欲しいとこなんすよ。なんで僕は僕的に使えない Kindle ペーパーを全て手放して、8インチの Kindle ペーパーが出てくるのをずっと心待ちにしてます。でもね、出ない。いや全然出ない。何年待っても出てこないんすよ。でそうなってくると、本来他社品を置いたくなるんですけど、いやなかなかインク製品をガチで開発してるメーカーってまだまだ少ない。てか全然ないんです。そう、今回ご紹介するブークス以外は、そしてそのブークスシリーズを含めて日本でインク製品を取り扱う代理店といえば SKT さん。もう SKT さんしか思い浮かばない。そんな SKT さんから今回またまた最近発売されたばかりの新型 e インク搭載端末を送っていただいたんでご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは 7.8 インチのインクディスプレイを搭載したブークスノバプロです。いや来ました、ブークスノバプロ。今回の売りは何といってもまずは A6 サイズより大きい 7.8 インチのインクディスプレイ、それにフロントライトを搭載した上、電磁タッチと静電容量式タッチの両方使えるデュアルタッチ搭載。つまり暗いとこでも使えて、指でもタッチペンでも操作できるっていうこと。そして前回ご紹介したブークスノバ同様、若干制限はあるものの Google Play も使えます。はい、とか言いつつ僕もまだ全然リサーチできてないんで、しばらく使ってまた後編をお届けしたいと思います。それでは開けていきます。箱の外観はこんな感じ。ブークスっぽい外観です。はい、それでは行きますよ。せーの、きたー。いや、やっぱりインク製品ってテンション上がりますよね。僕だけではないはず。ちょっと付属品先に見ていきます。まずは USB-C ケーブル、そしてこれがスタイラスペン、あとは保証書説明書。付属のものは残念ながら日本語対応はしてません。付属品は以上なんですけど、 SKT さんでは今回もスリーブケースに充電器、そして保護フィルム、これだけついてきます。正直ぶっちゃけメーカー直や輸入品で買うより SKT さんから買う方がお得だし安心感もあると思います。ただ付属品の内容はその時々で買ってる可能性もありますんで、説明欄のリンクから Amazon さんか SKT さんのホームページチェックしてみてください。はい、それでは本体見ていきます。はい、外観はこんな感じ。いや、こうやって見るとやっぱり大きいですよね。本体サイズは 196.3×137、 厚みは 7.7mm、 重さは 275g です。そしてなんといっても 7.8 インチのインクディスプレイを搭載、解像度は 300ppi、 そしてフロントライトあり、静電容量方式タッチ対応に、電磁誘導式スタイラス対応。CPU は 1.6GHz のクワッドコア。RAM は 2GB。内部ストレージは 32GB で、残念ながら外部ストレージは対応してません。OS は Android 6.0。そして Google Play Store 対応。ついでにブークス専用の APP Store も対応。全体を見てみると、まず正面の下の方に、ここに物理キー、戻るボタンがついてます。そして上部に、電源ボタンがついてます。そして下部、USB-C ポートを搭載してます。はい、それでは電源入れてみます。せーの、オン。はい、それでは今回はこのあたりまで。これから設定を済ませて、しばらく使ってみたいと思います。でか
過去何度となくお話ししてるんですけど、こういうまだまだニッチと言える商品はとにかくお高い。お高い割に性能低いのが相場です。でもまず出てくることが大事で、出てきてなおたくさん認知されて、たくさん売れれば売れるほどどんどんスペックは上がりつつ、お求めやすいお値段になってきて、僕たち庶民の手が届く商品へと進化していくものです。初めてブークス製品をご紹介した時もほんとお高くて全く手が出ない存在でした。でも今回ご紹介するこのブークスノバプロ、まだお安いとは言えないまでもかなり現実的なスペック、そして価格へ近づいてきてます。今回ご紹介したブークスノバプロ、今日現在の価格はこんな感じ。そして同時に発売開始された 10.3 インチのブークスノートプロ、はい、こんな感じです。いやいや、わかります、まだまだお高い。とはいえかなりお求めやすくなってきてると感じてます。説明欄にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。はい、どうでしょうか。こうやって動画で見るとネットの記事で読むよりは伝わるかと思うんですけど、やっぱり直に触ってみたいですよね。実は今回ちょっといつもより駆け足だった理由は、なんとブークス製品に触れるチャンスがもうすぐそこまで来てます。今月6月19日から21日まで東京ビッグサイトにて展示会が行われます。その展示会にはなんとカラーインク製品が日本初上陸とのこと。いや、これは見てみたい。でも僕は行けない。いや、ほんと、もしご近所の方、また遠くからでも足を運びたいって方いらっしゃいましたら、ぜひ説明欄に詳細書いておきます。行ってみて僕に感想を教えてください。ということで、インク製品大好きなカジマクチャンネル、お住みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。